こんにちは、かのです。今日は二の腕の脂肪吸引注射どうなったの動画です。二の腕の脂肪吸引注射っていうのを受けたんだけど、今月の中旬ぐらいで5ヶ月目になりますね。3ヶ月目の時に検診ももう終わって、まあいい感じだねみたいな感じになって、3ヶ月でほぼまあ仕上がったじゃないかなって感じで、半年後にはもうほぼ完成で、1年後に結構もう完成みたいな感じなので、ちょうど今5ヶ月目なので、ほぼ完成の手前っていうような感じですね。なのでまだまだこれから減ってくところもあるし、まあ変わらないかなっていう微妙な時期って感じだと思います。先に見せるね。今の私の腕は5ヶ月目でこんな感じです。一番気になってたここのポコっていうのがかなり減ったかなっていう感じですね。ギュッてやってもこんな感じ、こういう感じです。あともう少し減ると思うんだけど、もし気になる場合は追加で脂肪吸引注射をするか、まあ脂肪吸引を2回目するかっていう感じでもできるみたいです。座っておしゃべりしていこうと思います。なんか脂肪吸引注射の方がやっぱダウンタイムがめちゃくちゃ少なかったの、てかほぼダウンタイムがなくて、すぐにジムにも行っちゃうような感じのダウンタイムだったので、痛いのが嫌だっていう人とか、ほんの少しの脂肪とかが気になるって人は脂肪吸引注射の方がおすすめで、もうがっつりもう脂肪もうダウンタイム我慢するので、がっつり脂肪をなくしてほしいですって人はやっぱり脂肪吸引の方がおすすめかなと思いますね。なので顔のちょっとしたお肉とか、あとはこの太ももとかのちょっとした内側のお肉とか、あんまり変わらないけど少しやっぱすっきりするなっていう感じの、第三者から見てあ、なんか少しすっきりしたみたいな感じの仕上がりが脂肪吸引注射で、めちゃくちゃ細くなってるじゃんとか、わ全然袋サイズも違うとかっていうのが脂肪吸引だと思いますね。どっちもやった私が言うのこんな感じです。ちょっとまだまあ様子見なんだけど、脂肪吸引注射を受けてその時は私今3キロくらい減ったの、体重が。でそうなるとやっぱ全体的にもやっぱり体重がしぼんでくる、体がしぼんでくるから、脂肪吸引注射打ったところも少し減ったっていう感じがありますね。今まで私二の腕って、私骨格ストレートだから二の腕って一番痩せづらいらしくて、なんか胸周りとかこの腕周り顔周りにお肉がつきやすくて落ちにくい、足とかはつきにくくて落ちやすいみたいな感じらしいんだけど、その私が二の腕のすっきり感っていうのをダイエットっていうか、まあ自分の食事制限とかで感じられるってことはかなり相乗効果っていうのがあるんじゃないかなって思いました。なんだろう、なんか自分の多分食事制限だったら、私今まで高校生の時に10キロぐらい体重を減らしたりとか、短期的に10キロとか結構落とせるタイプなんだけど、その時も絶対二の腕のパンパンさっていうのは落ちなくて、お腹周りとか足とか顔周りとかこの部分が少しスッキリするなっていうのは自分でわかるんだけど、この部分とか腕のこの部分とかっていうのはスッキリ感は今まで感じたことがなかったから、脂肪吸引注射を受けたことによって多分ちょうど流れがっていうか痩せやすくなってて、食事制限をしただけで結構二の腕もスッキリしたかなっていうふうに思いますね。で気になる多分術後跡みたいな傷だと思うんだけど、まだ若干傷はあります。こういう感じで注射針の傷がありますけど、ほくろみたいな感じに見えるし、私撮影とかで結構腕を出すことがあるんだけど、撮影とかする時は電気で反射されてほぼ見えなくなりますね。で私生活とかも、まあ、なんかやったのかなって感じの傷だけど、そこまでいつも腕を出さない人とかこういう時期だったら別にいいかなって思いますね。夏とかまでには消えそうかなって思うけど、多分若い人だったらもうちょっと治りが早いと思うっていう感じです。ダウンタイムとかが取れないとか痛いのが苦手とかっていう人は絶対脂肪吸引注射の方がおすすめだけど、そんなにガッツリ変わるわけじゃないから少し気持ち変わったなみたいな、ほんと細かいところの微調整みたいな感じだと思うといいかなと思いますね。脂肪溶解注射って私全然効果なかったの、だけどそれよりは全然脂肪吸引注射の方が効果がある。だけどオペになるからガッツリ麻酔とかもするし、
ね、眠らされるし、帰り道も結構血が出ることもあるっていう感じなので、まあ安全性で言うと脂肪溶解注射の方が安全っていうか、もう麻酔を打たないから怖くないと思うんだけど、脂肪溶解注射打って効果ない人は脂肪吸引注射に変えてもいいかなって思いますね。で、一応比較画像とかを載せておくんだけど、あんまりっていうか、なんか自分でうまく画像が作れなかったらごめんなさい3ヶ月目経過観察の時に撮ってもらったものがあると思うから、それを載っけて、あったらそれを載っけとくね。こんな感じです。ちなみに私の脂肪吸引前と今のでもあれば残しておきますね。こんな感じ、なかったらごめんなさいこんな感じで私の脂肪吸引注射日記でした。イエーイ、参考になったら嬉しいです。こんな感じで今日は終わりです。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、またね、バイバーイ。